皆さんこんにちは。こんにちは。今日は業務スーパーね。ここは岐阜羽島店。ほら、東海道新幹線の岐阜羽島駅があるところだよ。入り口はここにあるんだけど、居抜き物件だったのかな。テナントが入るスペースがあったのだ。奥の方まで続いてるみたいね。営業時間は朝9時から夜9時まで。大垣すのまた店と同じだね。業務スーパーってセールやるのね。第1弾は9月、第2弾が10月と2ヶ月やるみたいだよ。いろいろ買ってきたから、今回はこの商品を紹介するのだ。ずんだ餅まであるのね。私が知ってるのは、お餅の上にあんが乗ってるタイプだけど、これは大福みたいになってるのね。ずんだあんをもちもち生地に包みましたって書いてあるね。これは予想だけど、仕出し弁当やバイキングで使いやすいようにしてるんじゃないかな。大福タイプなら1個が分かりやすいし、容器が汚れないわね。作ってるのは宮城製粉株式会社、業務スーパーのグループ会社だよ。冷凍食品だけでなく、レトルト食品や瓶詰め、料理の素など幅広く商品を作ってるよ。そこまで手広いと工場も大きそうね。2024年には新工場が稼働予定だって。業務スーパーの勢いをがっちり掴んでるね。イケイケな会社さんなのね。イケイケ。でも今年4月、大福シリーズに賞味期限切れの添加物を使ったってことで自主回収してるよ。うっかりミスかしら。業務スーパーって今年3月から7月までの5ヶ月の間に11商品を自主回収してんだよね。これって多い？トップバリューだと今年3件だから少なくはないだろうね。国内外で取引先が多いから件数も増えるんだけど、これからどれだけ減らせるかが課題だね。じゃあ中身を見ていこうか。内容量は 850g だけど、ほぼぴったりだね。余裕を持たせる商品が多いけど、これはかなり攻めてるわね。5個で 113g だから1個 22.6g、37個くらい入ってそうだね。いつものように断面を見ていくよ。まだ凍ってるけど大丈夫かしら。ちゃんとあんが入ってるね。自分で作ったずんだは今一つって言ってたけど、今回はどうかしら。じゃあ食べてみるね。いただきます。自作ずんだとそこまで変わらないかな。前に作ったのって合ってたのね。確かあの時は美味しくないって言ってたけど、そのあたりはどうなの。餅の部分は白玉団子に似てるかな。ずんだあんは妙な甘さとふわっとした枝豆の味、粒が残してあるからさらっとしてるね。僕の中の内なるおっさんはちょっと苦手な味と食感だね。商品はよくできてるけど、ずんだが合うかどうかってところの問題みたいね。ちなみに1袋298円、1個8円くらいだと思うから値段はかなり安いよ。じゃあ星評価をお願いできるかしら。うちなるおっさんには合わなかったけど、商品のクオリティは高いと思うからこれはちょっとやめとこっか。前回もそうだったからこれは仕方ないわね。でもさ、業務スーパーに行けばずんだ餅が食べられるってのはすごいと思うよ。期間限定で売ってるお店はあるけど、年間通しては一番かもしれないわね。じゃあ今日はこのあたりにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。